いる。ブライアンと申します。35歳です。今年36です。トラ年です。もう3年目になるんですけど、ちょうどコロナが始まる前に秋山に引っ越してきたんです。私はソン・ヒョンピョと申します。30歳です。サル年です。現在会社人です。でテレワークしております。家で普通に仕事しながらワンちゃんとの散歩もよくしています。ほとんど食べたんだけど、もう見えるようにもほとんどないんだけど、そろそろ次のところに行かないと。もうここは貸してくれてるから。でも結構きれいに食べたんでね。日本に2006年日本に来たんですけど、東京は10年ぐらい住んでました。近くの相模湖に引っ越して家を探してたんですね。でたまたま秋山で見つけました。前からもう秋山っていう場所をしてたんですけど、友達もいたので。でもやっぱり引っ越してからいろんないいところを気づいた。これが韓国の大根だから、こういう短い太いやつですね。なぜ朝鮮かというと、本当に昔の歴史のところから最初は高温の大根の種類が生まれて、もっともっとなんか開発して今までの長い大根まで生きたから、これが朝鮮の大根だと聞いたんです。ここはビーツもあります。土の科学っていうか、土に関して結構興味あるから。もともと日本の土はめちゃくちゃいいんですよ。だけど化学肥料とか農薬とか使っちゃうと、中に働いている微生物たちが、少なくなるから、それがまたなんか多くなって微生物たちが賑やかになるように土作りをしてるんですよね。これはオランダの品種。卵を産む力がめっちゃ高いという、ネラっていう品種。ネラ。ネラ。こっちがシャモ。シャモ。だからこれが肉になります。動物、その家畜が草食べたり糞して、それも土も良くなるし、緑肥使ったりとか堆肥使ったりとか、だから野菜を作ってるよりは土を作ってます。土を作って、その後はもう野菜とかいろんなものは作りやすいと思いますね。まあ古民家を借りて、仕事はテレワークでやっているので、家から仕事をしながら畑もやってます。コロナの状況でもテレワークがし始めた感じだったんですけれども、終わってもほぼリモートワーキング。時代が変わってきたと思う。前は田舎が遠いと感じるんですけど、秋山でも30年前にトンネルなかったし、上野原に行くことだけはすごい大変だった。で東京から見ると上野原みたいな場所は遠いとか田舎だと思うんですけど、実は全然そんな遠くない。自然の田舎暮らしと何ですかね、都市の雰囲気も一緒になんか共存しているところだと思って、前にも韓国にちょっと旅行して戻ったら、韓国は私の母国なのに、なんかそっちは私の居場所ではない、で秋山が私の居場所という気持ちがちゃんとしっかり気づいて、あ、ここで長く住みたいともう
確信しましたよ。日常生活ではもう本当に山奥の静かな感じですけど、町に行きたいならすぐだし、まあちゃんとした早いインターネットもあるし、だからもう生活がそんなに変わらない。ちょっと住んでみたら。僕の母国はアメリカですけど、日本みたいにこういう何百何千年前の歴史はないから、古いものがあるとしても200、300年ぐらいだから、だから日本の田舎はここは秋山はまあ いつ最初人間が来たか分かんないけど、もうかなり前と思います。だからまあ多分その前ももう何百年前から、だからそれはまだ感じれるの、その何百年前の人が作ってくれたものが残ってる。それがそのつながりが面白い、面白いというか感謝する。先祖たちを、まあ自分の先祖じゃないけど、先祖たちじゃないんですけど、まあつながりはなんか感じれるんですね。だからそれが面白い。最初引っ越した時、あのちょっといろいろ直す前提で決まったんですけど、まあ、信頼感を作ったと思うので、まあ、結構自分なりにいろいろ改造してもいい。最初はお互いに分からないから、なんか親しいたくてもあんまり難しいじゃないですか。でブライも私もお先に挨拶しよう、お先にの笑って素直でやろうって、いつも散歩する時にも畑にいらっしゃる方にも挨拶して、まあそうしたから隣の皆さんがもっと積極的に私たちに本当になんか手伝ってくださり、本当にいろいろなことでお世話になってましたね。地元の人は新しい人と話したりしたいんだけど、やっぱり恥ずかしいところもあるから、やっぱり自分その移住者がやっぱりもう本当に素直というか、自分から明るく自己紹介すれば、まあみんなと友達になれると思いますね。まあ、やっぱり僕らももっと人を移住してきてほしい。増やしてほしい。コミュニティを作りたいわけですね。やっぱりもっとね、若い家族たちとかが特に農業に興味を持っている人たちが来てくれたら、そう嬉しい。なんかまた将来なんかいいコミュニティ作れたらいいな。